今日こっちに行ってみようかなと思います。よし、はい、皆さんこんにちは。今回はですね、島根県の川本町というね場所に来ております。近くにね、江の川というね川が流れるんですけど、その前にドライブインコインレストランがあるということで、ご紹介しようかなと思います。こんな感じですね。はい、でこちらですね、うどんの自販機があるということです。はい、でも来ました。はい、というわけでこちらがコインレストラン川本さんですね。早朝から、夜の22時までやってるという、まあ、24時間じゃないんですけど、こんな感じの、ドライブインということです。比較的ね、他の店舗より新しいのかなと思いますね。今日こっちに行ってみようかなと思います。よし、いざ、いざ入店。こんな感じです。かしわうどんとラーメン、はい、名物のお茶と、なんとこれもらいました。限定の、ちょっと今日これを注文します。かしわうどんね、めちゃめちゃなんかいい感じのかしわが、
はい、というわけで今日はこんな感じです。やはりあの、なんだろうな、なんか結構この島根とかはどこのお店もね、味が濃いですね。やっぱり寒い地域なのかな。まあ東北とかね、塩辛いのがうどんとかもやっぱ味付けが濃いということなんですかね。いやでも味がしっかりしてて美味しかったです。懐かしのうどんかなと思います。これね、特別にいただきました、ライトね、良かったです。はい、というわけでぜひ皆さん機会がありましたら行ってみてください。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。